さてこっからは大航海時代や世界中が海で一つにつながんでそれというもう東よぴッチりオスマン帝国が塞いでもうてベネツィアの商人がイスラムのオスマンから買う東方貿易ではなんと胡椒が同じ重さの金と一緒になるいうことやねん1492年にレコンキスタで西側に蓋してたイスラムがおらんくなったっていうのもあってなこの大航海時代っていうのが始まったんや一番のりは フランスでもイギリスでもなくスペインにポルトガルやふたしてたイスラムがおらんくなってんからなスペインってのはイベリア半島のカスティアのイサベルとアラゴンのフェルナンドが結婚して一つになった国やこのイサベルとポルトガルのエンリケ公開王子がオスマンをよけてインドへ行くルートを競うねまあそう言うても1460年に死んどるから実際は競ってないけどなそやいざ行けレッツ大公海時代 まあほら、いざ行けー言うて反対になってんのは実は獲得した場所が反対やからや。というもう一歩先に出たんがポルトガルのバウトロメルディアス。よパパッと到着希望法に到着。これならもうちょいでオスマンよけてインドにつけるな。そやからスペインはポルトガルと逆に西へ攻めよう言うてあの有名な石の国で転んだブス言うてコロンブスのアメリカ発見や。 正確にはサンサルバドル島にサンタマリア号で着くってやつやなまあコルフェにには三冠マリが乗ってるけどなこうやってスペインがアメリカへポルトガルがアジアへの道を作ると教皇が間に入ってケンカ専用トリデシリアス条約で互いの取り分を決めたんやざっくり言うたらスペインがアメリカでポルトガルがアジアねただブラジルだけはポルトガルくくりやすると今度は1498年にバスコ・ダ・ガマがインドのカリカット到着や イラストは「バスコダ・ガマ」というよりも「タバスコダ・ガマ」やけどなタバスコだけに「カカッタ」言うてんなちなみに「カルカッタ」と「カリカット」間違えやすいから気をつけねんでマケジとスペインもアメリゴ・ベスプッチをアメリカに送んねその後ポルテガラは念願の香辛料の島モルッカ諸島に到着せやからその近くのマラッカやマカオ日本の種ヶ島にもやってくんね すると同じ22年にスペインもマゼラン一行によって世界一周を果たすこうして世界中へと行ける技術が備わると一気に世界中がつながって大きな変化が起こりだすんやポルトガルによって東南アジアへの道ができるとそれまで中心となって活躍していたイタリアやドイツの都市は衰えリスボンやアントワープが中心となり東南アジアでもマラッカにポルトガルが来たんでイスラム教の国はアチェバンテンマタラムは マラッカを避けるように発展したんやほんで逆にスペインはアメリカにどんどん手を伸ばしあの甘いアメリカ文明を次々滅ぼしてくれん。そん時取られたんがエンコミエンダ星ゆうて征服者コンキスタドールがキリスト教にさえしてくれたら土地も人も支配していいよっていうやり方や。これやとほら征服したから言うて国の土地になるわけじゃなくて自分のもんになるから言うてなみんな喜んでどんどん征服するから手っ取ればもあんや。 ラスカサスが文句言うて奴隷化をやめさしてそんでも人口は5%くらいまで減ってんで5%ってペストで3分の1減ったー言うて言いよんのに5%言うたら95%減ってんで a k 4 8が2人で歌い出すくらい減るんやそらーもう壮絶やなせやから結局奴隷は禁止したものの人手が足りんわー言うてアフリカから足りん分を奴隷として輸入するっていうことになっただけやって ほんでも新大陸はそれまでにないもんもたらしてんで今でこそ当たり前の鷹と,と砂糖じゃ鷹と砂糖 ?2 つ鷹なんか特に日本には昔っからいたようなイメージがあるけどいやいやタバコにカボチャトマトにサツマイモトウモロコシジャガイモなどやあとなんといっても金銀だ今年銀山で大量に取られた銀は赤プルコを中心に中国の金などと交換する赤プルコ貿易にもなったんやほんでもこの海を制した二強も 歴史の鉄則からは逃れられへん鉄則2個やと揉めるってやつやその昔デロスとペロポネソス同盟が揉めほんでつい最近ではイギリスとフランスが百年戦争で揉めてるや2つやと必ず揉めるんやさてこの2強の決着はてかついたー2つおったら喧嘩するわー言うてスペインの王フェリペ2世がポルトガル王位を兼ねて1つになったった喧嘩戦と鉄則協力を選んだんやな おかげで世界で初めて世界中を支配下において太陽の沈まぬ国ってなったよやなまあそんなこと言ってるけど北極あたりに住むエスクモーの人たちなんてずっと前から太陽の沈まぬ国に住んでるけどねそれ白やじゃあままとめいこうかオスマンに分断されると大航海時代や言うて 2つの国がいざ行け言うて海へポルトガルはアジアを中心にスペインはアメリカ大陸にそれぞれ手を伸ばしてそしてそれぞれがそれぞれの場所を制圧すると最後は2つの国をフェリペ2世が束ねて太陽の沈まぬ国の完成やちなみにこれだけ世界中の海を制圧できてんは船がものすごかったからやイサベル・カルロス1世そしてフェリペ2世そうイカフェイカフェそう イカ船や。イカ釣り漁船で世界の海を制圧したんや。やっぱり釣りは男のロマンやな。さ、今回の大航海時代。俺も最後しょうもないギャグでちょっと大航海時代や。次からアジア入ってくれ。ほんなまた。